そう、中学英語の教科書、え、待って、水原一平と大谷翔平を採用しちゃったんだけど。来年春から使われる中学校の教科書の検定結果が22日公表され、合格図書の中に、大谷翔平選手の元通訳で賭博問題でドジャースを解雇された水原一平氏を取り上げた英語の教科書が含まれていることが分かった。ミスキングとボブとケンタの3人が登場し、将来はアスリートをサポートする仕事をしたいというボブ君に対して、ケンタ君が水原氏の通訳としての仕事を説明するという内容だ。ケンタ君は水原氏について、彼は大谷選手がチームとうまくやれるように手助けしたり、私生活でも支えたりしているよと説明したり、エンゼルスは彼に敬意を表して最優秀通訳賞を送ったよと紹介している。ボブ君は最後にすごいもっと水原さんについて知りたいと話すという内容だ。くさ、タイミング悪すぎるやろ。クソアロタ。ボブさ、ボブ水原に興味津々やんけ。ボブ君ちゃんと一平のこと知れてよかったね。ヒーヘルプス大谷。逆で草、まさかの80年ぶりの黒塗り教科書復活かよ。担当編集やけど駅のトイレで泣いてる。なんぼなんでもタイミング悪すぎやろ。黒塗り不可避。彼は単なる通訳ではない。ボブ、ファッキンジャップ。ボブ、FBI 捜査官。まあええやろ、ついでにギャンブルは怖いぞって教えようや。ええやん、依存症対策の授業にもなる。有害図書指定不可避。